世界では毎日10万便を超える飛行機が運航され、さまざまな種類の1万1000機以上の航空機が常に上空を飛行しています。これらの航空機が離発着するのが世界のありとあらゆる場所に設置された無数の空港です。その数は4万3000箇所以上。このシリーズでは世界中のさまざまな危険な空港を最新のフライトシミュレーターを使い、コックピットの視点から専門的な解説を交えて紹介します。今日を紹介するのはエクアドルの首都キトにあるマリスカルスクレ国際空港。2013年に閉鎖されるまで53年間にわたってエクアドル最大の空港として活躍しました。この空港が危険な理由は標高にあります。アンデス山脈に位置するキトは標高 2800m、 標高が高い空港として有名なメキシコシティ国際空港でも 2200m、 キトはそれよりも 600m 高い場所にあるのです。標高が高くなると空気は薄くなります。より科学的な言い方をすると空気密度が小さくなるのです。飛行機が空を飛ぶために翼が生み出す上向きの力を揚力と言いますが、揚力の大きさは空気の密度に大きな影響を受けます。空気密度が小さくなると揚力は小さくなります。しかし飛行機が空を飛ぶためには一定以上の揚力を維持する必要があります。そこで空気密度が小さくなるにつれて速度を速くして揚力を維持します。速度が速いということは離着陸にはより長い滑走路が必要になります。このため先ほど比較したメキシコシティ国際空港の滑走路は4000メートル近くもあります。しかしマリスカルスクレ国際空港はそれよりも600メートルも高い場所にあるにもかかわらず、滑走路は平地の普通の空港と同じ約3000メートルしかありません。そのため悪天候などの条件が重なると滑走路で止まりきれない、いわゆるオーバーランの危険性が高くなります。実際にこの空港では過去に多くのオーバーラン事故が発生しています。フライトシミュレーターでマリスカルスクレ国際空港への着陸を再現してみましょう。使用する航空機は MD-11。 天候は概ね良好です。1万7000フィートでコンドルコーチャ VOR を通過した航空機は150ドラジアルで1万3200フィートまで降下します。コンドルコーチャ VOR から16回りで右旋回、1万2000フィートまで降下し、コンドルコーチャ VOR から 14.8 回りで ILS の信号を捉えます。ILS はインストゥルメンツランディングシステムの略で、この信号に沿って飛行すれば航空機は滑走路にたどり着くことができます。空港の標高は9198フィートです。高度が高いと速度も速くなると説明しましたが、例えばインジケーテッドエアスピード140ノットの時、この高度ではトゥルーエアスピードは186ノットになります。
マリスカルスクレ国際空港は2013年に同じ名前の新しい空港に置き換えられ、元の空港は閉鎖されました。新空港では1000メートル近く長い4100メートルの滑走路が作られ、オーバーラン事故の再発防止が期待されています。